今回紹介するのは「ようこそ実力至上主義の教室へ7」という本です。綾小路くんが無双してくれました。物理的に全巻の時点で D クラス VSC クラスは決着したようなもので7巻では龍炎が D クラスの影の立役者 X 綾小路の正体を追い求めるといった個人規模での戦いがメインです。 もちろんまだまだ先の話で出てきそうな細かな伏線もたくさん散りばめられてます。まあとにかくついに綾やのこがガチ無双してくれました。龍園とは一旦の区切りがつき C クラス勢は当分はなりを潜める方向へ3学期からは新展開のようです。とはいえ龍園は今後もキーキャラとなってくれそうです。個人的に思う。 よくあるテンションの上がる展開の一つとして敵キャラとの共闘ってのがありますがいずれそれに近い展開が見れそうな見れたら嬉しいですねまあ龍園は全くもって丸くなったわけでもなし綾小二としても利用できるものは利用かつ道具としてか見てなさそうなので。 そんなジャンプ作品みたいにまっすぐの厚い展開ではないのでしょうがまた根幹における流縁との対峙で綾野浩二の闇の深さ的なものが垣間見える描写があったりこの辺もアニメ化してたら最高に震え上がらせてくれそうでした。笑い時間は7.5巻で冬休みでの恋愛事情が描かれたりそういった面でも楽しませてくれるこの作品。 次も楽ししみにしてます。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。